地熱発電で町おこし。地熱発電所の余った地熱水をハウス栽培に活用。寒い冬でもトマトやキュウリを収穫できるようになったのじゃ。一年中収穫できるから収入も安定。収入が安定したから後継者もできたのじゃ。地熱発電は二酸化炭素も出さなけりゃ燃料費だってかからない。三官民の連携で町は豊かになりましたとさ。ようこそ森町へ。北海道の南西部に位置する渡島半島、その中央部に位置する森町は、内浦湾と駒ヶ岳に接する自然豊かな町じゃよ。面積はおよそ368平方キロメートル。人口は1万5000人ほど。年平均気温は7度から8度で、雪も少ないから北海道でも温暖な地といえるの。旧幕府軍の榎本武揚や土方歳三らが北海道に上陸した場所としても知られており、日本初の冷凍食品工場が建ったことでも有名。地熱発電所もあるんじゃぞ。森町魅力発見。海と山に囲まれた森町は農業と漁業が盛んな町。名物のイカ飯も有名じゃな。豊かな内浦湾のおかげで美味しい海産物が豊富なんじゃよ。はいですか。はい、マルダイ600。ホタテ、スケトウダラ、ケガニ、ボタンエビなどはもう絶品。ほっぺがとろけまくりじゃぞ。森町は道内でも指折りのトマト生産地でもあるのじゃ。温泉もある森町は温泉熱を利用したハウス栽培が盛んなんじゃよ。養豚も盛んで、森町の豚肉といえば彦摩豚が有名じゃな。きめ細かく柔らかい肉質で脂身が甘くて美味しいんじゃよ。駒ヶ岳のふもとから流れるミネラル分豊富な地下水で飼育していることも美味しさの秘密なんじゃ。そんな森町で人気のグルメは森ライス。森町で採れるホタテ、トマト、豚肉を使ったご当地グルメなんじゃな。一見ハヤシライスのようじゃが、果たして森ライスの正体はいかに？教えちくりーん。ワンプレートに、ご飯が、まあ、駒ヶ岳の形ということと、あと噴火湾産のホタテ、森町産の豚肉、森町産のトマトを使ったものが森ライスっていう定義付けになっております。地元のお客さんのみならず、あの札幌だとか函館ですね、あと、まあ、本州の方からやっぱり、来ていただいて、まあ、イカ飯のほかに、まあ、こういった森ライスっていう郷土料理もあるんだっていうことをしていただいて、この商品が東京にできたらいいなだとか札幌にできたらいいなとかってよく言われます。そしてここが森ライスの味の決め手、美味しいトマトソースのトマトを作ってるハウスじゃ。森町の気候が生むその甘さと朝採りの新鮮さが地元民にも観光客にも大好評なんじゃよ。トマトの他にもキュウリなんぞ栽培しておるぞ。うん、しかしいくらハウス栽培とはいえ、なんで冬でも収穫できるのじゃろ。さあここでみんなにクイズじゃ。森町で
冬場でもトマトやキュウリを収穫できるのはなぜでしょう？正解は地熱発電所があるから。ここ森町のハウス栽培では地熱発電所の地熱水で温めた温水を施設園芸ハウスに供給しています。その温水をハウスの地表に張り巡らせたチューブに流し加温することで冬でもハウスを暖かく保っているのです。冬の寒さが厳しい時期でも農作ができるようになり、1年を通してトマトやキュウリなどが栽培され大きな経済効果を生んでいます。地熱水のお湯を使って生産しているハウスは97棟になります。キュウリはですね、11月の20日前後に、種をまきまして、12月の20日前後に定植に移ります。で、定植からおよそ1月くらいで、収穫作業に入ります。促成トマトの栽培が終了した後すぐにもう抑制の栽培に入っていくんですが、だいたい11月いっぱいでうちの組合は収穫終了予定です。それが終了しますとまたすぐ促成に入っていく感じで、うちの組合は促成の春トマト、あと抑制の夏秋トマトの年トマトの2回取りということになります。森町の秘密は地熱発電所にあったんじゃの。よし、こうなったらもう見に行くっきゃないじゃな。さてさて、やってきたのは森地熱発電所じゃ。何やらすごい設備が揃ってそうじゃが、っていうかそもそも地熱発電ってなんなんじゃ。地熱発電は地下のマグマの熱エネルギーを利用して発電を行います。地上で降った雨は地下深くまで浸透するとマグマの熱で蒸気になって地下1000メートルから3000メートル付近にたまります。そこで井戸などを掘って高温の蒸気を取り出し、この蒸気でタービンを回して発電するのです。なるほど、地熱発電はエコなんじゃな。特徴としましては約1万2000年前に起きた火山活動によって形成されたカルデラ盆地に位置しておりまして、世界にも類を見ない非常に特徴的な位置に立地した発電所です。発電所の運用に伴う環境影響調査としまして、硫化水素、それから騒音、もう一つが水質、これらについて定期的に測定を行ってまして、地域の皆さんにご報告して安心に生活していただけるよう取り組んでおります。うん、森町は地熱に恵まれとるのじゃな。そこで問題じゃ。近年再生可能エネルギーとして注目される地熱発電ですが、太陽光や風力など他の再生可能エネルギーと何が違うのでしょう。正解は季節や天候に左右されない。地熱発電は太陽光発電や風力発電のように発電量が昼夜年間で変動することもなく安定した発電量を得られます。地球内部のマグマの熱を使うのでエネルギー源が枯渇する心配もまずありません。燃料費もほとんどかかりませんし、エネルギーを二酸化炭素ほぼゼロで作り出せるのも魅力です。これはエコでクリーンな素晴らしいエネルギーじゃな。そしてさらに森町の農家の皆さんの役にも立っているというのじゃな。
発電所の運用に伴いまして1時間あたり約1000トンの熱水が発生しております。これらは無償でハウス農家さんに供給しておりまして、地元と良好な関係を築きながら発電所の運用がされていると考えております。いやー、地熱発電素晴らしい。お見それしました。地熱発電は電気を生むだけでなく地域の活性化にも貢献します。以前森町の農家の冬は出稼ぎで生計を立てていました。そこで冬場にも安定して農業収入を得ようと地熱発電所の余った地熱水を活用することを思いついたのです。北海道電力、行政、地域が連携し地熱発電所の地熱水を熱源としてハウス栽培に活用することにしました。森地熱発電所はおよそ120度の地熱水を1時間あたり最大220トン無償提供。地熱水は森町にある熱交換施設に送られ、地熱水で温められた温水を施設園芸ハウスに供給します。各農家はハウスの地表に張り巡らせたチューブに温水を流し加温することで冬でもハウスを暖かく保つことができるようになります。そして森町の農家は冬でも収穫可能な通年型農業への転換に成功。トマトやキュウリなどを全国的に出荷の少ない冬場にも出荷できるようになったのです。それは素晴らしいことですな。てなとこで問題じゃ。地熱発電が森町の農業を変えたのですが、では地熱水の利用はどのように森町へ貢献したのでしょう。正解はランニングコストを大幅に下げた。地熱水を利用した加温は化石燃料による加温と比較してランニングコストを大幅に削減。地域全体で年間およそ3億円から年間およそ1500万円にまで下がったのです。結果、森町の農家は通年での安定した農業収入を確保できるようになりました。それだけではありません。収入の不安が解消されたことで農業は魅力的な事業となり、後継者問題も解決されたのです。地熱発電はこのような形で森町の地方創生に貢献しました。地熱発電で地方創生、こりゃノーベル賞もんの発明じゃよ。そんな森町はなんと独立行政法人ジョグメックから地熱資源の活用による地域の産業振興に関するモデル地区に認定されたんじゃよ。森町の地熱を通した取り組みが全国的にも評価されたのじゃな。えっへん。日本全国の皆さん、森町の地熱から生まれる豊富な食材、ぜひ一度味わいにいらしてください。絶対皆様を満足させます。しかし今日は大変勉強させていただきましたな。森町のグルメを追っていたらとんでもない町の秘密に出会ってしまった。でもこれで終わりではないのじゃよ。これからも森町が持続的に発展していけるように努力していかねばならんし、
もっと町全体の生産性を向上させて、森町をさらに魅力ある元気な町にしていくぞー。